スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、先へのメンタルタフネスへの道。皆さんこんにちは、カウンセラーの先へです。私の会では皆さんのメンタル力をパワーアップできるようなヒントをお届けしたり、ストレスとの上手な付き合い方など、心がちょっと軽くなったり、へこんでも上手に立ち上がるコツ、そんなお話をしている番組になります。皆さんいかがでしょうか。最近、お仕事順調に進んでますでしょうか。これがアップされるのは3月下旬ぐらいだと思うんですけれども、まあ、会社さんによっては新入社員の方を受け入れる準備なんかを始めてると思いますし、新卒さんがね、取らないまでも、最近はやはり転職なんかが往々にしてありますので、1年通していろんなね新しい人が、職場に入ってくるというのはよくあることだと思うので、今回はそういうですね、新しい人が入ってきた時の、あるいは後輩との接し方、それによってどんな風にいい人間関係を築いていくことができるのか、そのあたりのところについてのポイントをお話をさせていただきたいと思います。先へのメンタルタフネスへの道。綺麗、気持ちいい、心地いい、住まいから笑顔を作り出す。宝工機はそんな住まいづくりのお手伝いをしています。25年間積み上げた技術力とサービスで、ハウスクリーニング、定期清掃、植木のお手入れからリフォーム、水のトラブル、ゴミの撤去、蜂の巣駆除まで。お住まいのお悩みなら何でもご相談ください。高い品質、良いサービス、宝工機。先へのメンタルタフネスへの道。皆さんいかがですかね。新しい人が入ってきた時に、どんな風にして、コミュニケーションをよく取っていただいてるんでしょうか。新しい人はですね、やっぱりその新しい職場で緊張もしてるでしょうし、いろんな意味でね、慣れない環境下でこうストレスを抱えながらやっていただいているということもありますので、まずは相手のその立場に立って考えるというのはコミュニケーションの基本だと思うんですけれども、それとともにやっぱりですね、その自分がある程度、先輩だったり、あるいは役職者であれば上司だったりというところになってくると、上下間でね話をするっていう風になってくるので、どうしてもその上の方の立場の方が強いので、そういった方々が言う言葉って下の人からすると結構強めに感じるというか、言葉一つ一つがですね重たく感じられることっていうのはあります。で、それによってね、昨今いろいろ言われている、ハラスメント、パワハラだっていうふうに受け止められてしまったりですとか、するということがあると思うので、そのパワハラを防ぐためにも、どうやってそのコミュニケーションを取っていったらいいのかということを少し考えていただきたいなというふうに思います。で、そのためにいくつかね、注意していただきたいことというのがありますので、そのあたりのところを、ポイントとしてお話しさせていただきたいと思います。
意識していただきたいのは、4つあります。1つ目はですね、注意するときですね。何か部下指導するとき、後輩指導するときに、注意していただくためのポイントなんですけれども、なんでみたいな感情的にこう問いただすような聞き方をしないということ、これが一つ目ですね。やっぱり何かね、こう新しい人が入ってきて、なんかちょっとミスをするとか、言われた通りにできないっていうようなことが、あるとですね、どうしてもこう教えてる側としてはですね、なんで言った通りできないのとか、なんでそんなことぐらいこううまくやれないのみたいになって、ちょっとイラッとして声を荒らげるみたいなことが、ないですかね。やっぱりその感情をある程度、コントロールしながら、人に何か伝えるというか、特に部下指導、後輩指導の時にはですね、上の方の立場の人ほど感情をコントロールしながら伝えるというのはすごく大事なポイントになってきます。なので、なんでできないのみたいにですね、問いただすというか、問い詰めるというか、まあ、そのような言い方をすると、どうしてもやっぱりその下の人はですね、萎縮してしまって、なおさら緊張してしまってですね、うまくできないっていうようなことが結構あるんですね。なのでそういうふうにですね、部下指導、後輩指導するときには、そういうふうに尋問的に問い詰めるというような聞き方ではなくて、どうしたみたいなまずはその尋問的なところではなくて、どうしたっていうような柔らかいこうニュアンスでのこう聞き方というのを第一声としてはですね、意識していただきたいと思います。で、部下ですとかその後輩の方に対して、なんでっていう、同じそのクエスチョンマークでも、なんでという言い方ではなくて、どうしたのっていうその伝え方の方が少し柔らかく伝わるようになるので、どうした、その後ですね、なんでできないのではなくて、どういうふうにしたらできると思う、何がこう障害となっているのとか、どこが難しいのみたいな、そういう伝え方ですよね。こう同じこうどこを直したらいいんだろうっていう、そこの理由を聞くにしてもですね、そこを聞きたいとしても、全然こう受け止める側としての感情が変わってきますよね。なんでできないのっていうような聞き方と、どうした、どこが難しいっていう聞き方、どうですかね。本当ちょっとしたその工夫なんですけど、全然これ変わってきますよね。で、人間ってやっぱ感情の生き物なので、相手がその感情的になってこうわーっと言うよりは、わーっと言われるとこっちもそれを跳ねのけるか、過緊張になってしまって、余計にできなくなるかっていうふうに、あまりこうよろしくない結果の方に動いてしまうので、そうではなくて、そこはこう聞く側として、上司側、先輩側としてはですね、そこの感情はコントロールしていただきながら、なんでだろうね、どういったところができないんだろうねっていうのを少し柔らかめに、気持ちをもう持ちながら伝えていただくっていうのが、上手なその部下指導、後輩指導としては必要なポイント一つ目というふうになります。それからですね、ポイント二つ目としてはですね、もちろんできてない部分とか、うまくいってない部分っていうのもあろうかと思いますので、そこにばっかりフォーカスしすぎないっていうことですね。どうしてもその上のポジションの人であればあるほど、もっとこうよくしてあげたいっていう気持ちが強ければ強いほど、こうできないことばっかりを指摘するんですよね。ここできないよね、もっとこうしないとダメだよねっていう、
ところを指摘しがちなんですね。もちろんその指摘はすごく大事だと思いますし、その指摘がないとこう次にこううまくいくためにはね、あの大事な指導ではあるんですけれども、例えば入ってきて初日にできなくても次の日できていることとか、1ヶ月2ヶ月経ってできていることとか、時間の経過とともにできることって少しずつ増えてくるものだと思うんですよね。なので、その増えてきているできてきている部分にもぜひフォーカスを当てていただきたいんですよね。昨日もできなかった、今日もできなかったじゃなくて、例えば昨日は3つできなかったけれども、今日は、できなかったのは2つに減っていれば1個できているわけなので、その1個はできたよね、まずここできたよねっていうのを、ポイントとして押さえていただいて、昨日よりは、どこがどんな風に成長できているのか、そこの褒めのところもぜひ、伝えていただいて、ここはできたよね、だからこそじゃあこっちも、頑張ってやってみようねっていう伝え方を意識していただきたいんですね。ただ褒めるって結構難しくって、全部が全部褒めるばっかりも私は良くないと思うんですね。いろいろこういろんなのを見ていくと、やっぱ褒めなきゃダメっていうのは皆さんね、いろんなところで目にすると思うんですけど、やっぱ褒めてばっかりだと今度どこをやってったらいいのかが、分からなくもなりますし、褒めることだけをやっていくと今度はもう成長が鈍化してる、してくると思うんですね。これでいいんだっていうふうに満足でそこで終わってしまうと、やっぱりさらなる成長にはつなげることって難しいと思うので、できてることはできてるね、ここまではできてるよねっていうのを伝えながらも、さらに成長するためにはこういったこともやっていこうね、こういったところは、まだまだ、できるよねっていう、その成長につながるための、いいねっていう褒めるっていうところをぜひ意識しながらね、やっていただきたいと思ってます。なので、褒めるって結構そのテクニックなんですね。結果だけで見ていくとなかなか褒めるっていうことはできないんですよね。できてないわけで結果はまだできてないので、そこだけを見ちゃうと褒めるっていうことはできないわけなので、プロセスを褒めていく、結果はまだできていないけれどもこの手順は合ってるよですとか、その考え方は、いいよねですとか、そんな風に、どこは、できてるよっていう、そのプロセスの部分を意識しながら褒めるっていうところをお願いしたいなというふうに思います。なので褒めるって結果だけって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、そうではなくって、いかにそのプロセスの部分が、できているのか、褒めることができるのかっていうのは、これは先輩だったり、上司だったりっていうところが意識しながら見ていかないとなかなか褒めるっていうことができませんので、ぜひそこを意識しながら褒めるっていうところをお願いしたいなと思います。先へのメンタルタフネスへの道、地域コミュニティを大切にする金融機関、第一勧業信用組合。地域やお客様の課題解決、そして永続的な社会づくりに貢献します。先へのメンタルタフネスへの道。それからですね、ポイント3つ目、これはですね、例えばこう何か仕事を与えるときに、君のためになるからとかこれやっとくと、いい経験になるからこれやってみたいに、そういうふうに依頼する
ていう方結構いらっしゃると思うんですけれども、これ仕事を受ける側、依頼された側としてはですね、なんかちょっと押し付けられてる感が出てくるケースもあるんですよね。これやった方が君のためだよ。まあもちろん本当にそういうふうに思って言って依頼してるんだとは思うんですけれども、果たしてそれをですね、あ、そうか、私のためかと思って、こう素直に受け取れるかといえば、100% そういうわけではないこともあるっていうことなんですね。ちょっとなかなか難しいんですけど。じゃあどうやって、こう依頼をしたら、受け取ってくれる、受け取られやすいかということなんですけど、これもちょっとした工夫ではあるんですが、君のためだよって言われるのと、これやってくれるとすごく僕として助かるんだよねっていう言われ方とでは、どっちがこう皆さんだったら、あ、やってみようかなって思いますかね。まあ どっちも嫌ですっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これ多くの方はですね、これやってくれるとすごく助かるんだよなっていうような伝え方をする方が、やっぱり、あ、じゃあやりましょうかっていうふうに言いやすいケースの方が多いと思うんですね。君のためだからこれやってみなよ。まあもちろんそれもね、それで受け取られやすければそれでもいいと思うんですけど、場合によっては相手によってはですね、なんか押し付けられてるっていうふうに感じるようなケースであるならば、今ちょっとね、自分もこれこれこういったのがあって、で結構手一杯で、なかなかこっちもやりたいけどうまくいかなくって、ちょっとでもね、ここの部分だけでも手伝ってくれると、これ君がやってくれると私としてもすごく助かるんだよなっていうふうに言われると、あ、じゃあちょっと相手のためにちょっと助けてあげるかっていうふうにね、思っていただくケースも中にはあるんですね。なのでやっぱり引き受けてくれると嬉しいんだ、引き受けてくれるとすごく助かるんだっていうふうに言われてやる方が気持ちが、乗って受け取ってくれたりもします。なので、そんなようなところもちょっと意識しながら仕事を依頼するっていうところ、ちょっとポイントとしてお伝えしようかなというふうに思います。そして、ポイント4つ目のところはですね、まあなんか仕事を頼みました。で、これ頼みっぱなしもやっぱり良くないですよね。特にまだ慣れてない方についてはですね、やっぱ本当にそのやり方が合ってるのかとか、どういうふうにやったらいいのかが実際はよくわからないというケースもありますよね。なのでこうやっぱり要所要所で、先輩の方とか上司の方がですね、途中経過を、確認しながら軌道修正というのをやっていっていただいた方がいいと思うんですね。でその時に何かあったら言ってねとか、早めに相談してねっていう声かけをしていただくケースあると思うんですけど、これもやっぱりね、ちょっと変えていただきたい言い方なんですよね。何かあったら言ってねっていうふうに言ったとしても、やっぱりなかなか新たに入ってきた人っていうのは言い出しにくいんですよね。ちょっとしたことでも相談できるような人間関係が構築できてればいいんですけど、なかなかそういうわけでもないので、特に先輩とか上司とかが慌ただしく忙しそうにしているとですね、なかなか自分から声を発言してちょっといいですかって言いづらいケースの方が多いと思うんですね。で、何かあってから相談して、なんでもっと早く言ってくれなかったのとか、出来上がってから提出して、いや、ちょっと違うんだよねっていう風になって、お互いが、あまりいい気持ちにならないっていうことがあるので、特に先輩とか上司とかだと、部下からの ほうれん草を基本にしているようであるならば、これは逆転していただいて、自分からできるだけほうれん草していただくように、
特に慣れてない方については意識しながらそれをやっていただきたいと思います。どう、どこまでできたですとか、どこかわからないところあるですとか、そういうふうに、少し声をかけていただきながら、さっき言ったね、あ、じゃあそこの部分はできてるよね、じゃあ次はこんなふうにしてたらいいよですとか、じゃあ次はどういうふうにしたらいいと思うみたいに、やっぱここは、ポイントポイントで、任せきりにするわけではなくって、途中経過を、先輩あるいは上司が見守りながら、わからない部分はどこなのっていうのを、引き出していただきながら、仕事を進める方が結果としてはね、早くいい結果に結びつくことの方が多いので、ぜひね、そういうようなところを意識していただきたいなというふうに思います。どうしても下の方から、相談するっていうのは、勇気がいることですし、特にその先輩とか上司が忙しそうにしていると、なかなか声をかけられないという状況がある、そういう心理が働くというのを上の方が少しね、想像力を持って、考えていただく、接していただくっていうのが、お互いにとってね、特に慣れてない、新しい人にとってはいいコミュニケーションの取り方になってくると思います。ね、いろんな人がいろんな職場で、働いてきていますので、ぜひですね、転職が当たり前の時代ではありますけれども、とはいえやっぱりね、せっかく、入ってきていただいている人を少しでも長く、そこで、一緒にね、仲間として働いてもらうためには、いい人間関係を築くというのは、大切なポイントかなと思います。なので、そのために上司あるいは先輩ができることとしてね、ポイント4つお話しさせていただきました。1つ目、なんでみたいにですね、感情的に問いただすのではなくって、どうしたらいいと思う、どうするみたいに柔らかめに伝えるというもの。2つ目、できてないポイントだけを指摘するのではなくって、結果を見るだけではなくって、過程を見ていただきながら、プロセスを見ていただきながら、ここまではできてるよね、ここまでは OK だよっていうところを、しっかりと伝えていただく。3つ目、何か仕事を依頼するときには、君のためになるよというような、伝え方ではなくって、やってくれるとすごく僕としても助かるよっていうような伝え方をしてみる。4つ目、何かあったら、相談してね、早めに言ってねっていうのではなくって、こちらから、積極的に、どう、わからないところあるっていうふうに、具体的に聞いていきながら声をかける。この4つをね、意識していただくと、慣れない人もですね、早めに慣れてきてくれるのかなというふうに思います。先へのメンタルタフネスへの道。可能性は迎えに行くものだ。パセリ。
スモールサンは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。先へのメンタルタフネスへの道。あとはですね、そうですね、やっぱりその上下間であったとしても、できるだけ一個人として、尊重していただくということ、それからやっぱりその特にね、最近は顔の表情が、見れないようなマスク時代ですから、だからこそこうなんていうんですかね、相槌とかうなずきとか、そういったのは、意識して、大きくやっていただくですとか、あとはちょっとこう何かこう失敗しちゃっても、できるだけね、いきなりガーというのではなくって、どうしたのかなと言いながら、ちょっとこう雰囲気を柔らかくしていただくですとか、あの言葉って結構大事ですけど、どちらかというと言葉よりもその人の雰囲気とか、その辺を結構人間敏感にキャッチするものだと思うので、非言語って言われているものですけど、そういう非言語の部分もね、できるだけ、意識しながら、話しかけやすいような雰囲気を作っていただいたりですとか、ちょっとね、時々ニコッとこう微笑んでいただくですとか、そのようにしていただく方が、人間関係がね、良くなってくるのかな、なんていうふうに思います。今日はね、そういう、先輩後輩の方々にお願いしたいコミュニケーションの取り方というところでお話をさせていただきました。ではまた次回お会いしたいと思います。ありがとうございました。